トキワカンパニー代表の関根です。で今日はランフォルス林さんとある民間企業にですね、昨日ヒアリングに行ってきましたので、林さんいかがだったでしょうか。工場を全国に持つ会社になったんですけど、工場の作業員さんの休憩室の話を聞いたんですね。ある会社さんで、今日の会社さんじゃなくてある会社さんで聞いたときには、従業員、作業員の方が休憩室でのんびりされちゃ困るから、環境は良くなくていいっていう話があったんですけど、今日行った会社さんは、作業員の方の休憩を効率よくしてというためには、休憩室の環境も良くするっていうのはあるよねっていうことをいただいたので、そういう観点で休憩室にリラックスしながらいるんじゃなくて、集中してリラックスして仕事に出てる、そういうような提案の仕方をこれから考えていけばいいのかなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。以上、素敵です。ご飯食べる場所やりづらかったと思いますが、どうもありがとうございました。それでは。